こんにちは。あなたのダイエットを応援するネギチャンネルのネギシです。今日はですね、痩せると基礎代謝が下がってしまうのはなぜかというお話をしていきたいと思います。代謝とは食べたものを燃やして消費することを言います。そして基礎代謝とはその人が生活している中で自然と消費するカロリーのことを言うんですね。ということは基礎代謝は高ければ高いほどいいですよね。なぜなら基礎代謝は食べたものを燃やす力とも言えるんです。そう、つまり基礎代謝は高ければ高いほど痩せやすいってことなんですね。でもダイエットするとその大事な基礎代謝が下がってしまうんです。なんでって思うかもしれませんが、それは簡単に説明できるんです。例えば、私は今65キロなんですけれども、10キロ太って75キロになったとします。そしてその時の基礎代謝は1800としましょう。そしてダイエットして、10キロ痩せて75キロから65キロに戻ったとします。そうすると基礎代謝も100下がって1700キロカロリーになるんですね。なんで基礎代謝が下がるんでしょう。それはですね、私が65キロから10キロ太って75キロになったということは、このダンベル5キロ5キロ合わせて10キロなんですけれども、このダンベルを常に持ち歩いているということですよね。こんな10キロの重いものを持ち歩いているんだからカロリー消費は多いに決まってますよね。そう、カロリー消費が多いということは基礎代謝が高いってことなんです。そして10キロ痩せるということはこのダンベルを置いて身軽になったってことなんです。そう、無駄なカロリー消費がなくなったってことなんですね。ということは基礎代謝も下がるってことなんです。だから痩せると基礎代謝も下がるってことなんです。考えてみたら当たり前ですよね。こんな重いものを持ち歩いてたらカロリー消費は多いで、痩せて、その脂肪分ですね、10キロの脂肪を手放すと身軽になるからカロリー消費がその分なくなる。だから基礎代謝は下がるってことなんです。この考え方はダイエットにとても重要です。またネギチャンネルを見てる人はこの考えを多用するので、ぜひ覚えておいてください。今日は以上です。